皆さんこんにちは。始まりました本と本屋に関するラジオ。このラジオは本屋さんや出版関係者の方をお招きしてトークするラジオになっております。このラジオの中でリスナーの皆さんからのお便りを紹介して、さまざまな話題についてお話をしていきます。お送りしますのはメインパーソナリティの田中、町あかりとしての本屋の田中と双子のライオン堂書店の武田が2人でお送りしております。第1パートはですね、武田さんが一条さんの自己紹介ということで、今回はゲストの敷島書房の一条さんをお迎えしてお送りしております。僕はちょっとすみません、パソコンというかルーターが壊れてしまって、第一パートに出れなかったんですが、ネットにつながる環境に、あ、寝坊だったじゃないの。というかヤジ、もうヤジやめろ。急に肩の荷が下りて楽になってこう。誰だヤジ。はい、というわけで、はい、ヤジを飛ばすのは皆さんやめてください。はい、というわけで、第2パートはですね、企画のコーナーということで、今回のメールテーマをご紹介しながら、一条さんと一緒に、いろいろとですね、お話ししていこうというふうに思います。というわけで、早々にメールのテーマをご紹介しますが、今回のメールのテーマ、このようなもので募集しました。本に残っているブックイヤーや書き込みなど、本の痕跡について教えてくださいというテーマで募集をしていくつかお便りいただいております。皆さんありがとうございます。はい、一条さん、はい、すいません、遅れましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、一条さんの本棚拝見してるんですけれども、武田さんと一緒に行った時に、はい、研究所もねたくさんあって、きっと書き込みとかいっぱいされてるんじゃないかなと思いますので、ちょっと一条さんにいろいろ聞いていきたいなというふうに思っております。はい、わかりました。じゃあまずは、はい、まあ、定番っぽいやつからお便りからね読みましょうかね、うん、あれ、これもしかしてあれかな、ちょっと偉い人だったらどうしよう。はい。じゃあ一条さん、こんな思い出あるかどうかちょっと聞いてください。お便り紹介しますね。ラジオネーム遠山さんからいただきました。お便りで本の痕跡を教えてくださいというメールテーマで募集しております。その内容を読みたいと思います。100円本を買って読んでいたら、登場人物の名前に丸がつけられており、犯人と書いてあった。これね、あるあるですよね、よくね。最後まで読んだらその人物は犯人ではなかった。あれは何でしょうかね、すごく覚えていますというお便りいただきましたけど、一条さん、はい、もちろん古本を買った時に、はい、推理小説買うとこうネタバレが書いてあるっていうのがね、こう話のなんていうんですか、定番ですけれども、ええ、なんかそんな体験はありますか。やっぱ安い本、100円本とかは書き込みがありますみたいな形で古本屋さんで売ってることあると思うんですけど、実はそれで大失敗をしたことがありまして。あ、本当ですか。はい、ええ、学生の時に神津晴重さんっていうギリシャ学の大家の方が書いた、はいはいはい、ギリシャローマ神話辞典という本を古本屋さんで買ったんですね。はい、で、当時、古本屋さんでもこれ割と、そうだな、安くても1500円くらいしてたんですけど、500円だったんですよ。安い。ええ、それで嬉しくって、もう中身も改めずに買ったんですね。なるほど。で、家に帰ってきて、開きましたら、実はこれ彼が彼女に送った本で、なぜ。それで実は今実物を持ってきてあるんですけど。まだ持ってるんですか。これすごい役に立つ本なんですけど、ただこのページがすごいんですけど、ちょっとご紹介しちゃいますね。送るって書いてあって、まあ、はい、で、送り手は男性で、はい、ご自分のお名前はカタカナで博士ってなってます。本当に博士なのかどうかわかりませんが、はい、送り先は女性で、女学士、実名あるんですけど飛ばして、何々女王、お嬢様の女王ですね、書いてありまして、で、そこに、なぜかオルフェウスの神話の一節が書かれてるんですよ。教養がすごい。かっこいい。オルフェウスの竪琴は天井に登って星座となり、彼自身は英雄シオンの野に赴き、その歌でこの野に送られた至福の人々を楽しませているというって書いてあるんですよ。これはどういう意図を持って彼が彼女にこの一節を書いたかよくわからないんですけど、これがあって、うわい
やってしまった、地雷踏んだっていう感じで、いらっしゃったのはこの書き込みのせいだったんですね。なので、あの、はい、100円本は、100円本ならまだ許せるのかな、あの、本当は古書価が高そうだけど、ちょっと安いよっていう本を皆さんご覧になったら、あの、絶対に中身を確認してから購入なさることをお勧めいたします。それすごいですね。なかなか、その、なかなかそこまでのやつはないですよね。あの、ギリシャ、ローマ、神話辞典はもう一生レベルで使える本ですから、うん、その一生レベルで使える本に、あの手紙を残されると結構困るっていうか、そうですとかじゃないから。岩波のやつですよね。そうです。そうですね。岩波のやつですね。はい。すごい、すごい思い出がありましたね。全然、あの、千代さんとは打ち合わせをせずに、テーマは決まったんですけども。あの、一条さんは、はい。あの、なんていうんですか、恋人に本の手紙付きで送ったりしたことはありますか？メッセージ付きで。というか、学生時代結構あの男性よりも女性の友達の方が多くて、なるほど、まあ、ただの友達ですよ。でもあのそんな読書家だったんですよ。はいはいはい、でなのであの結構本 の贈答ってやってたんですけど、少なくとも書き込みは全く考えませんでした。あの書き込みあるものを送られたこともなくて、あの純粋にお互いあの本をまあ、放送ぐらいはしてましたけど、あの、はい、送り合うだけでした。なので、そういった意味でも、この、あの、博士さんが女性の方に、あの、なんか、しかも理由がどうしてオルフェウスの神話なのかがちょっとよくわからなくて。そうですね。なので、なんか、買ってから、そうだな、もう30年くらい立つんですけど、はい、いや今見てもいろいろなあのところで突っ込みどころ満載な書き込みです。今は特にあれですよね、まだ大人の目線で見えますけど、当時なんかこう安いと思ってこうね買った時に多いっていうなんかこう、まあ、あとそれ見られた時に一条さんがそれを書いたと次に、ね、思われた場合のその恥ずかしさ、やっぱり一条さんの子孫にね見られた時、はい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 、そうですね、そうだ、それがとなるとこれは何とかして誰かに譲渡したり、まあ、あるいはね書いておいてね、これは私が書いたものではない、めんどくさい痕跡に痕跡重ねていく感じでいや、はい、そう考えると痕跡ってきついですね。そうですね、はい、いやぜひですね、あのなぜオルフェウスだったのかというのが分かる方がいたら、あの、はい、ぜひメールを、こういう理由でオルフェウスなんじゃないかと。あ、でもあれですよね、あの普通に本の賢人一番最初のページとかにこう引用されてるのを読んだ時にもたまに意味わかんないのありますよね。あるね。あ、まあ意味わかんない、多分その人には作家さんにはきっともちろん思いはあるんでしょうけど、はい、なんでこの本にこれを入れたんだろうなみたいなのはたまにあったりして、まあ、それは考えたりが面白くて、多分なんか次回か次次回かどこかの雑誌の テーマが賢人だった気がするな。そういえば今度あれ僕の本って賢治書いたっけ、なんか町あかり、うん、書いてないか、町あかりはあ最初にあれだ、ちょっと自分書いただけだ、そうあでも入れなかったんじゃない、あの入れなかった、入れる作戦があったんですよね、そうなんかちょっとふざけようかなと思った作戦があったんですけどちょっと冷静になりました、ね、はい、武田さんあの聞きたいんですけども、はいはいはい、あの買い取りをね、あの店長のお店でやってるとはいはい、はい、まあ、そこでこうやっぱ書き込みがあったりとかっていうのをチェックすると思うんですけどなんか印象に残ってるものとかあったりしますか？それほど面白いのはねあんまり出会ったことないですけど、どういう本にさ書き込んであることが多いとかあります？例えば小説とか海外文学とかさ、はいはいはい、僕が見たりするのはやっぱ哲学書とかですね、あの勉強系の本ですよね、哲学書とかまあ教養系の本で、なんかこういろいろ勉強したりですね、覚えておきたいこととか、うん、まあ、自分が分かんないなっていうところにまあ丸つけられたり、記号なんちゃんとこうなんですか、解説をそこに入れてくれたりするのがあったりしていて、なるほど、やっぱりよくあるあるですけど、まあ、最初の方だけ線がめっちゃ痛いまあだんだん線の、はい、持久力がなくなってですね、うん、だったら引かないでほしかったら、まあ、一番ひどいのは最初の1ページ目ってやつですよね、きっと、はい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 、1ページ目以降は読んでないのか、まあ、読まずにあの引かずにも分かったのか分かりませんけど、はい、もったいないなって気はちょっとこうね買い取るときに
買い取り価格とかも上がりますし、そうですね、いいねもね影響してくるので、はい、っていう気持ちはありますね。僕のね言葉とものもね、うん、最初の方だけ赤ペンが引いてあります、ね、はい、どんどんどこ引いたらいいのか分かんなくなってきて全部引くしかないってなってやめたっていう、あ、ちょっとあのなんか読書会とかで慌てた時に慌ててってなんか忙しくてこう、はいはい、課題本がちょっと手に入らない状態で、はい、であのたまたま近くにあったブックオフの100円コーナーに多分その課題本がなんだかちょっと忘れちゃったんですけどあって、まあ、買ってですね開いて読んだ時に、はい、すごいねこういろんな言葉に丸があって多分辞書かなんかで引いてメモが小さい文字でびっしり書いたのがあって、うんうんうん、すごい役立ちましたね。多分あのそういうのその補助がなかったら読むのすごい時間かかったんだけどみたいな感じで、はい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 、なんだろうな、一番最初の時に読んだ方法序説とかかな、哲学書だったと思います、岩波の本で。そんな武田さんにですねお便り来てるんですけれども、ミザリーカキザン、ちょっともうちょっとラジオネーム分かりやすくしてください。ラジオネームミザリーキカザリーネザリーさんですね、はいはい、武田さんの後輩です。昔入学式にいらっしゃって、本に後をつけろって話してくれたのを覚えていますということなんですけども、はい、これどういうふうな意図で武田さんの本に後をつけろと。あ、これね覚えてますよ。覚えてる、はい、覚えてるのと多分これをあの送ってくれた人も分かります。確定されてますよ、はい、大学の後輩だと思いますが、あの僕あの文芸創作学科っていう、あ、いい話なんですけど、はい、いい話って最初にハードルを上げるっていう、ハードルを上げるって、あのたまたまね、あのそれこそなんだろうな、あれあのシかな、作るときにか創始し作るときに大学に行ったんですよ、あの依頼をしに、うんうん、で行って先生にちょっとお話ししようして依頼をしようと思って行ったんですけど、はい、入学式だったんですよね。偶然ね。はい。で、今日入学式だから君もちょっと入学式のでその学科のね小さいで大きい入学式終わった後だったから学科の小さいところで全1年生集めてちょっとこう先生が全員喋るから、まあ、卒業生として一言喋りなさいって、はい、まあ先生に偉い先生に捕まって言っていただいたんですよ。はい、でうちの学科って文芸創作学科っていうあの名前で、まあ、文芸をみんなでこう創作をしたりですね、批評したり、まあ、本読んだり感想言ったりって、うんうん、まあ、そういう学科、勉強するんですけれども、なの で僕本屋をやっていて、で僕もちょっと第1パートで話してましたけど、僕あんまりあの本痕跡、まあ、線引いたり書いたりするの苦手だったんですが、うん、その大学の授業とかでやっぱこう受けるようになって、やっぱこう一生ものとしてこの本あの読んでいくなっていうものは、あの言うても文庫本とかって数百円なので、あの雑に扱うというのは良くないと思いますけど、なんかこう書き込んでどんどんこうバージョンアップするというか自分好みの本にしていくのありなんじゃないかみたいなことを、まあ、先生方とかにもまあ言われたりしたりしてて、うん、言ってくれる先生もいたりしてですね、あの、まあ、その話にもちょっと乗りつつ、だから全部には線引いたりこうあんまりできないんですけども、決めた本にはこう線引くようになってたんですよ。で、まあ、その話をしながらしてたんですよね、はい、でその時にあの後をつけろって言ったのは、まあ、傷つけろって多分言ったんですよね、その時傷つけろ、本に傷をつけなさい。でそれはなぜかというと、まあ、文芸創作学科の創っていう字は、まあ、傷という字、作るっていう字は、はいはいはい、傷の意味って、まあ、絆創膏の創ですよね、はいはい、だから、まあ、本に傷をつけて、まあ、自分の創作 の糧にしましょうみたいな話をしたよっていう話です。、はい、あ、まあ、みんながなんか ね文芸創作学科にようこそみたいな話を教授たちがしてて、はい、誰が始めたかわからないんですけど、その傷の話になったんですよね。人間創作の創っていうのは、はいはいはい、まあ、傷の話だから、傷のことだから、うん、あの要はその傷っていうのはこう文学にはすごい大事なものになるんだよみたいなことをいろんな先生がおのおの話していて、なぜか一番最後が2番目の鳥みたいなところにあの設置されて、やばい、いい話しなきゃみたいなプレッシャーの中、慌てて思いついたのがその話です。だから僕はまあ 本屋をやってたので、本屋としてはまあ本ね、傷つけるっていうのはあんまいいことじゃないかもしれないけど、うん、まあでも実はね、こう書き込んでくれるとまた次にその本が売れるのでね、実は本屋としてもいいことなんですよ、みたいな話をちょっとしたよっていうことを、すごい
あの緊張したの今思い出しましたね。なるほどね。すいません。じゃあ皆さん、あの聞いてる皆さんね、いい話だったかいい話じゃなかったかを、あの次のお便りで。そこはいいよ。そこはいいよ。ありがとうございます、武田さん。一条さんにですね、ちょっと、今の話は、武田さんの話に引き継いでなんですけれども、はい。一条さんも、あの、熊楠の、あの、研究されているときに、はい、まあ、資料として使うために、いろいろこう、書き込みをしたりとか、あの、はい、するようなことをね、したりすることがあると思うんですけども、まあ、そんなような話題が2件来てますので、ちょっとお読みしたいと思います。2人連続で読みます。ラジオネーム、ともぬりさん、いつもありがとうございます。東博樹さんの、存在論的、郵便的に、自力で作品を作った友人の本がとても印象に残っていますと。はい、僕も共通の友人ですけれども、素晴らしい作品を自分で作ってました。もう一個いきます。お兄さん、ラジオネームお兄さんです。勉強系、ビジネス系の本はガンガン書き込みます。で、定時に帰る仕事術的な本はそのまま退職した職場に置いてきたんだけど、これは闇だっただろうかな。さて、それと、付箋を使用している方も多いと思うんですけれども、どのように使っているんでしょうか。田中さんは僕ですね。はい、すいません。カラフルで、しかもたくさん貼られている印象。私はほとんど使わないのですが、片付けで出てきた方に付箋読みしているものがありました。上、横、中央、横、下部と3箇所に付け分けているのに、見返してもその分類が自分でも分かりません。もう一度読み直してみるかなというお便り2つだったんですけれども、まあ読書法的な感じで、自分でですね、作品を作ったりとか付箋を貼ってみたりとか、まあそういうのを使ってですね、さっき武田さんがね、傷をつけるというふうに言ってましたけれども、そんなふうに自分なりにこう読むときに工夫してるとか、使う本にはこういう工夫してるなんていう痕跡の付け方は一条さんあったりしますか？僕はこの鬼さんが書いてくれた通り、あの死ぬほど付箋を貼るというのをやってるんですけど、どうでしょうかね。作品っていうことと近いかもしれないんですけれど、はい、例えば南方熊楠は話題がとっても多岐にわたる人だし、うん、ね、書いたものが、まあ、現状で、平凡社の全集だと12巻とかそれぐらいあって、ボリュームもすごいので、うん、一回こう読んでいてちょっと興味、この例えばマルキドサドについて触れてるのを僕一箇所見つけたことがあるんですけど、はい、そんな風にあれって思ったポイントがあっても一回入試になったらもう多分二度と見つけ出せないみたいな感じの、うん、そのテキストの膨大さがあるので、そういう時はその該当ページのところに例えばそのマルキドサドって書いて、その、うん、後で見返したときに、そこが目に入るようにっていう感じですね。うんうんうん、であとはもうちょっと秩序だってますと、例えば柳田国夫と南方熊楠の往復書簡集があるんですけど、うんうん、その中で彼らが山梨県について触れたところを抜き出したかった時があって、それは、はい、ページの見返しに柳田はこの例えば300ページで山梨のことを書いていて、熊楠は52ページと100ページとどこそこに書いてるっていうのをそのままページ数で書き付けたり、そういうようなことをしています。それは結構自分で創意、なんていうんですか、昔はこうやってたけど最近こうやってるみたいな工夫とかもしてたりとかするんですか？以前は結構付箋を使ってたんですね。はい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 。ただ付箋って5年10年経つとページがベトベトに。いや、そうなんですよね。本によくないですよね、あんまり。そうなんだよ、ね。それでなんというかたくさんつけすぎて不要になったのを整理しようとか時間が経ってから思った時にもう、はい、一回その付箋を取ってページを閉じてしまうとベトベトで、さすがに貼り付くまではいかなくてもかなり開きにくくなったりするのを経験してしまって、はい、でそれ以降は付箋をあんまりしなくなったかもしれない。なるほど。ぜひね、文房具会社の皆さんは100年経ってもベタベタしない付箋を開発していただけると、僕は本当に付箋しか使えないのでせっかちなんですよね。せっかちすぎて書き込む時間がもったいないと思っちゃって、もうせっかちでね、付箋貼るぐらいしかできないんですよ ね、 本当にね。ただ本当にどうしてもの時は書き込んだりとかね、うん、しますけれども、もう基本的に付箋で全てを処理していくスタイルで今は読んでますね。はい、理想は書き抜きとかもしたいですよね。なんかこうちゃんとこう ね、 そうですね、覚えておくためにもね、うん、なかなかそこまでできない。
まあなんかネタ帳みたいなのをねちょっと作ったりはしてますけれども、うん、はい、ありがとうございます。最後にのりまきさんのやつ読もうかな。のりまきさんのやつはですね、僕もねこんな思い出ある気がするんだよな。小学生の頃松本清張にはまり、近所の本屋でよく文庫を買っていました。あれは確か新潮文庫の悪いやつらだったと思うのですが、購入して本を開いてみると、なぜか小口の一部だけが裁断されずつながったままになっていました。めったにないコツなのでもったいないなと思い、ハサミで開かずエロ本の袋閉じを覗くかのように頑張ってそのページを読んだ記憶があります。なんでや。乱調落調みたいな感じでね、ヨレヨレになってるページがある本っていうのはね、あると思うんですけど、一条さんは本当にね、多分この中で一番本に人生の中で触ってきた人だと思うんですけども、こんな小口が裁断されずにというよう な, なんですか、不良品というかレアな本というか、なんか出会った思い出あったりします。なんか多分一方向だけ裁断がされていないページがいくつかあるっていうのは見た記憶があります。全然フランス層とかではない。わざとガタガタさせてるミスじゃないので。これは多分その推測なんですけど、裁断の時に入った刃の角度で何ページかが生き残って、たんだろうな。なるほどね、ぐにゅってなっちゃって切れなかったっていうやつですね。いや、あとあれですよね、本によって、まあ、タイミングなのかわかんないけど、切れてはいるんだけどちゃんと切れてないやつありません？要は僕が軽くペリってなるやつ、そうそう、初めて剥がすみたいな。なんだこれがこの本っていうのは、まあ、今だとねたまにこう文庫とか買うとあるから、はいはい、全然、まあ、またかみたいな感じだけども、うん、小学生とか中学校の時に買った本、なんでペリって言うんだろう、なんだこれ、なんか新しい感覚みたいな。あれ全部に導入したらなんかその食べ物とか新食感とかあるじゃないですか。はいはいはい、そういうなんか食感みたいな、なんかあパリパリパリみたいな触る方の食感で、まあ、それをなんかこう売りにするとかもありかもしれないです。あと、もう一個ね、僕繋がってた本この前仕入れたんですよ。うん、まあ、1年前ぐらい。はいはいはい、繋がってた本。で、まあ、某は SF 本で、はいはい、なんか折りたたみのことがこうテーマになってる本があるんじゃないですか。話題になってるね、結構有名な折りたたみなんとかと、折りたたみの北京ね。はい、っていう本の角が最後の2ページがつながってるんですよ、まず。はいはいはい、で折れてるんですよ。たまる。そんなことありますかねってね、こう折りたたみ北京の最後の2ページが折れてるって、僕これ貴重だなと思って。演出ではないかな。あ、実は全部の文庫がそうなってるのかな。どうなんだろうね。なんかそう、棚にあってこう棚卸ししてた時にペラペラあった時に、あ、なんか折れちゃってると思って引き下げたんですよね。はいはい、で、まあ、それそのまま折れてるなと思って引き下げて、いつか交換しようと思って置いと、ストックとして置いといて、でこの前ちょっとペラって見たら折れてるんじゃなくて、まあ、折れてはいるんだけど奥でさらにくっついてるっていう不思議な構造になってたんで、はい、まあ、そういうのもあるんだなっていう。あれもなんかそういうバズりみたいなものもしかしたらね、僕はインスタグラマーだったらそれをこう確かに、ね、上げさせるためにやった何かかもしれないです。まあ、僕はちょっと Kindle で読んだんでわかんないですけど、はい、折りたたみ北京ペリペリ情報をお待ちしております。はい、はい、というわけで、今回のメールテーマはですね、痕跡、本に残った痕跡について教えてくださいというメールテーマで、さまざまな方からお便りいただきました。とものりさん、遠山さん、みざりか、きかざり、ねざりさん、なりわきさん、おにさん、ありがとうございます。僕本籍でね、はい、ね、思ってることがあるんですけど、うんうん、Kindle にさ、ハイライト機能あるじゃん。ありますね。あれネットにつないでるとさ、何人がここでハイライトしましたみたいなやつあるじゃん。 あ、うんうんうん、あそこ絶対自分でブックマークしないっていう、あのひねくれ者を常に発揮してます。はい。あ、でもその気持ちはわかる気が。この前に方法序説読んだんですけど、方法序説ね、短いからやっぱりたくさん引いて読んでるから、デカルトの話にいろんな人が線引いてるんだけど、そこじゃないんじゃないかなって思いながら、ひねくれ者で読んでました。というわけでですね、企画のコーナーで、痕跡本の話をしたんですけれども、ちょっと一条さんに相談したいことが一個ありまして、はい、毎回ですねラジオでテーマを決めてメールを募集してるんですけど、はい、次のメールテーマ何しようかなと思ってなんか一条さんに、皆さんにね、ちょっと聞いてみたいこととかちょっと聞いておこうかなと思ったりなんかしてるんですけれども、まあ、今までなんかあれですね、ネットで買った本と本屋で買った本について教えてくださいとかですね、はい、積んどく
ついてのエピソードを教えてくださいっていうようなメールテーマでやってきたんですけど、はい、なんかどんなメールテーマが良さそうか、なんかありますか、一条さん。これめちゃぶりですけども。今考えていただいてる間に、リアルタイムのチャットにですね、書き込みがあったんで軽く読みましょうか、せっかくの。お願いします。はい、森本様からですね、ありました。こんにちは。愛媛から聞いています。あ、姫路、ごめんなさい。姫路から聞いています。はい。大丈夫か。はい。仕事があったので、今から聞きます。本の書き込みか。紙やメモ帳に内容を書き写す派なので、書き込みは基本しません。しおりが大量に必要な時に付箋をつけることがありますよという形で。あと、付箋は袋から出して、外の空気にさらしておくと粘着力が弱まって剥がしやすくなりますよというご情報まで。そうなの？おぉ、知らなかった。豆知識が、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがたいですね。はい。どうですか？一条さんどうですか？この間に考えました。一つちょっと思いついたんですけど、はいはい、なんか自分結構経験があるのが、その、はい、ある時にあこの本面白そうとか、あるいはもうちょっと積極的に買おうとか思って、でも、はい、実行しない風になってで、はい、しかも、まあ、多分その場で切実なものではないので忘れちゃって、はい、で時間が経ったら入手不能に、まあ、絶版になったりとかいろいろな事情で、うんうんうん、でそれでいまだに悔しい本っていうのが何冊かあるんですね。今になったらより悔しいというか、なので、うんうんうん、入手できなくて悔やんでいる本あなたにはありますかっていうのはいかがですか。あ、いいですね。では次回のメールテーマ今いただきました。まあ未だに買えないとかでもいいですよね、絶版じゃなくてもね。あ、そうですね、はいはい、なぜか未だに買えずに悔やんでいる本だったり絶版になった本ということで、買えずに悔しい思いをしている本はありますかと。あるなぁ、行こうかなというふうに思います。1個例えばの頼りで僕言っていいですか。大丈夫ですか、次のネタ大丈夫ですか。次回面白い話にとっとかなくていいですか。面白くないですよ。じゃあお願いします。いや、シシシシって雑誌出してるじゃないですか。そうなんですね。多い。あなたも編集員でしょ。まあ、シシシシって文芸誌を出してるんですけども、はい、その詩っていう言葉に僕が着目したのが、はい、高校生の時に行ってた渋谷にあった普通にチェーン店の本屋さんで、たまたま立ち寄ってね、詩、うん、っていうタイトルだったのか、詩のなんとかっていう、まあ、ひらがなの詩って書いてあって、はい、日本語の中の音、1音の音の中、5音の中の音で、詩っていうのには一番意味があるんですよっていう、はあ、なんかまあ死の辞典だったのか死のについてのエッセイなのか分かんないんですけどっていう本があったんですよ。あったはずなんですよ、はい、あったはず、有名なのかなんか分かんないんですけど、はい、で僕はそれをずっと覚えてて、その時それ買わなかったんですよね、うん、で半年後ぐらいに、まあ結構なんかねテーマ的に分かりやすそうだから検索者が出てくるだろうと調べて、いくらたってもその死に関するテーマの本なくて、いまだに探してますね、っていう話があります。これ探偵ナイトスクープに応募した方がいいんじゃないですか。探してくれますかね。探してくれ、犯人の竹山さんが探してくれると思います。探してくれますかね。お願いしましょう、はい、ありがとうございます、はい、じゃあそんな感じで、そんな昔にね、はい、記憶からこぼれ落ちてしまってあんな本あったんだけど何だったかなっていうのも含めて、うん、クラシックをしている本があれば教えてください、うん、という感じでお願いします。それではですね、お送りしてきました本と本屋に関するラジオ、今回は、一条さんをお迎えして、四季島書房の話などを聞きながら、お送りしております。次回第3回でですね、フリートークのコーナーで最後になりますけれども、また次回もお付き合いください。それでは皆さんありがとうございました。ごきげんよう。ありがとうございます。ごきげんよう。